どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、新 GoTo トラベルキャンペーンがですね発表ありましたので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、観光庁からねこういった形で発表がありました。全国旅行支援の実施についてということで、まあ名称がですね、まあちょっと前にね GoTo トラベルってありましたよね。まあかなりねお得に利用された方もね多かったのではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ今回はですね、全国旅行支援っていうね名前で行われるようですね。まあ前回でいう GoTo トラベルとね、同じだと思うんですけども、まあ、こういった形でですね観光庁にね公式サイト発表されました。で気になる方はね公式サイト概要欄に載せておきますので、まあ、ぜひねチェックしていただければなと思うんですけども、今ね各都道府県でね、やっておりますよね、県民割みたいな。これは各ね都道府県でやっていて、まあ、今回発表されたのは国のね支援策ということで、まあ、観光庁からですね発表がされたっていった形になります。で今回のね、まあ、この GoTo トラベルですね、2年前ぐらいねあった時に、まあ、利用された方ね結構多いと思うんですけども、こちらでですねホテル使用された方結構多かったのではないでしょうか。私もね、まあ、これでヒルトンダイヤモンド使用ね行ったりしてお得にね利用させていただいた部分もありますので、今回ねこれが発表になったということで、まあ、今年ねまだステータス防衛とかねされてない方はですね GoTo トラベルね新しいのを利用してですねホテル使用していただくなんてこともねかなりいいのではないのかななんていうふうに思いますので、まだね詳細出てない部分もございますけども、今分かっていることについてですね今回ね解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。で早速ね内容なんですけども、期間がですね2022年の10月の11日からですね2022年の12月の下旬までっていう風になります。で割引率がですね 40% っていう風になっておりまして、またねこちら 40% なんですけども、交通手段がついている、まあ、飛行機とか鉄道とかフェリーとかねこういったものがついている宿泊プラン、まあこういったものに関しては上限がね8000っていう風にね設定されておりまして、宿泊した場合のみの場合はですね上限が5000でね設定されているっていった形になります。またですね平日に利用していただくとクーポンがね3000のクーポンがついて、休日に利用していただくと1000のクーポンがね、つくみたいな感じになっております。まあ、前回もですね本当にこの割引と、まあ、クーポン券があったっていった形になりますんで、まあ今回のね本当に前回の GoTo トラベルと、まあ、かなり似てる感じでね支援がね発表されたっていった形になります。で公式サイトね見ていただければまあ分かることなんですけども、詳細がですね全然書いてないんですよね。ですので今回のねこの大まかな部分はね発表されたわけなんですけども、まずね2022年の12月下旬っていつまでっていう感じなんですけども、これをね下旬としか記載がされておりませんので、まあ現時点ではですね12月25日で終わるのか12月31日までに終わるのかね、まあちょっとここら辺もねわからないっていった形になるんですよね。また平日と休日でクーポンの利用額、まあもらえる額はね違いますよね。この休日と平日の定義っていうのは、まあ平日はね、まあ月曜から金曜っていうのはまあ基本的な平日だと思うんですけども、まあこれがねどこに当たるのか、祝前日はどうなるのかみたいな、まあこういったのもですね記載がありませんし、まあ前回はねお子様を連れてったとしても一人分のカウントにね入りましたよね。まあここら辺もですね詳しい記載はねございませんので、まあ続報入りましたらですね私のチャンネルでねまた解説動画ね出したいななんていうふうに思いますし、まあ前回はねまあヒルトンとかマリオットとかの場合はですねステイナビでしたよね。はい、名前も間違ってないからちょっと自信なくなってきてしまったんですけども、まあ普通に予約を取ってまた別のサイトで予約番号を入れてクーポンを発券してみたいな、まあそれをホテルで提示するみたいなね、まあそういった感じで利用する場合がね多かったですけども、まあそれの利用方法とかもね多分今回もねこちらを利用して利用する場合が多いかななんていうふうに思いますんで、まあそういった利用方法もですね実際に詳しい部分分かったらねまた解説出したいななんていうふうに思いますので、ぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。で既存のね予約についてはどうなるんだっていう話なんですけども、これね公式サイトにはですね一切記載はないんですけども、報道とかですね私も今日エブリィとかね結構見たんですけども、そういった報道ではですね既存予約も対象ってもう報道されてるんですよね。ですけども、まあ、正直ですねこれ公式サイトにはね記載がありませんので、まあ大丈夫だと思うんですけども、報道機関も多分裏を取って
ってやってるんじゃないかななんていうふうに思うんで、まあ大丈夫だと思うんですけども、まあ一部報道ではですね、既存予約もね、OK っていうふうに言われておりますんで、まあおそらく大丈夫であろうと思っておりますけども、一応公式サイトはね、記載はありませんので、もしかしたらこの部分はね、覆る可能性もね、あるかななんていうふうに思います。で、公式サイトにはですね、今の県民割のね、お問い合わせ先みたいなのが、現在ね、記載されているわけなんですけども、こちらね、実際の画像なんですけども、東京都の部分ですね。東京都はね、今県民割でもっと東京っていうのがやっているわけなんですけども、これね、記載がされてないんですよね。まあ今ね、県民割でもね、東京都民の方をですね、外している、まあ対象外にしている県民割もね、結構数多くね、存在しておりますので、これまさかっていう感じですけども、まあ、もしかしたらですね、こういったこともね、あるのかななんていうふうに思っておりますので、まあ、これもね、また続報ね、ありましたらね、解説させていただきたいななんていうふうに思いますんで、まあ、ただ単にね、記載漏れかもしれないんでね、この部分はちょっとわかんないんですけども、一応ね、東京都のね、部分に関しては、ちょっとね、グレーでね、書いてあるっていう感じなんですよね。で、今回ね、この全国の旅行支援のね、発表で、公式サイトね、観光庁で更新されたんですけども、キャンペーンがねもう1個更新されておりまして、平日にもう1泊っていうねキャンペーンが記載されております。でこれね記載されてるんですけども、詳しいことね全然書いてなくてですね、まあ期間が10月の11日から、令和5年度末までっていう風にね、記載がされているだけで、まあそれ以外のことはね、まあ書いておりませんので、こちらもうちょっと詳しい話ね分かったらまたね解説出したいななんていう風に思いますので、まあこの感じだと、まあ平日にね利用するとまあお得みたいな、もしくは平日に利用するとまあ1泊料金だけど2泊分使えるみたいな、まあそんな感じのキャンペーンじゃないかななんて予想はしてるんですけども、まあ詳細はね分かっておりませんので、この点もねまた解説出したいななんていうふうに思います。ではねちょっと話をね戻しますけども、まあ、今回のキャンペーンね利用した場合のちょっとね簡単なシミュレーションをね、作らせていただきました。ちょっとね画像ね出しておきますけども、交通付き商品、まあパックツアーみたいな感じですね、まあそういった場合の、シミュレーションだと、まあ今回のねキャンペーンは 40% が割引で、この交通付き商品については8000円のね上限っていう風になりますんで、2万円ね利用していただくと上限の8000円の割引は受けられて、実質の支払い分は1万2000円になるっていった形になります。まあこういった感じになるんですけども、まあこれにプラスしてですね、平日であれば3000円のクーポン、休日であれば1000円のクーポンをね追加でもらえるっていった形になります。で宿泊部の場合だけだとですね、割引率は 40% で一緒なんですけども、上限が5000円にね変わるっていう風になりますんで、1万2500円の宿に利用するとですね、5000円の割引、こちらがマックスですね、受けることができて、実際の支払い額が7500円で済むっていった形になります。で平日であればプラス3000円のクーポンがもらえて、休日であれば1000円のクーポンがねもらえる、こんな感じのねシミュレーションになるかななんていうふうに思います。まあちょっとね細かい部分がまだねこれから分かっていく部分がありますんで、まあちょっと変わるかもしれない部分はあるんですけども、まあ現時点のね公式サイトの感じだと、まあこういった感じでね利用することができるかななんていうふうに思います。まあ私の動画のチャンネルはですね、マイラーの方がね多いかななんていうふうに思いますので、まあ基本的にパックツアーをね使う方はねそんなに多くないかななんていうふうに思いまして、宿泊費用のみのですねシミュレーションのちょっと細かいバージョンですね、ちょっと作らせていただきました。ちょっとね画像を出しておきますけども、まあこういった感じでね利用することができて、一番左ですね、一応5000円からね作ったんですけども、まあ正直ねこれがいくらから対象みたいな、そんな話もちょっとまだわからないので、まあ一応5000円からね入れさせていただきましたけども、宿泊費が5000円であれば、まあ 40% 割引で2000円が割引になって、支払い額は3000円で済むっていった形になります。まあこれでね平日であればクーポンが3000円もらえますので、まあ5000円の宿であれば3000円を払うけども3000円のクーポンがもらえるみたいな、まあこういったね実質無料でね利用することももしかしたらねできるかもしれないっていった形になります。で先ほど言った通りですね、もし割引を上限までね利用されたい場合であればですね、1万2500円の宿をね利用していただければ、まあ 40% 上限の5000円が適用になって、実質
の支払い額は7500円、平日であればね、実質4500円、休日であれば実質6500円で利用できるみたいな、まあこういった感じに、ね、なるかななんていうふうに思います。まあ今回ね、作らせていただいた表はあくまでね一人で利用した場合のね、あの表になりますんで、これが2人3人とかね、お子様がカウント入る入らないとかでね、ちょっとまた変わってくる部分もねあるかななんていうふうに思いますし、またね人数が増えてその分が対象になればですね、でそれで宿が安ければですね、さらにあのクーポンでね黒字になるみたいなね、実質お得みたいなね、まあ、そういったのも、まあ、増えていく部分があるかななんていうふうに思いますので、まあ、この点もですねまたね解説出したいななんていうふうに思いますので、続報ね待っていただければなと思います。ということで今回ですね、 GoTo トラベルというね新キャンペーンね、全国旅行支援っていうのが発表ありましたので解説させていただきましたけども、今現時点でもうこのキャンペーンね利用してホテル収容されたいっていう方はですね、おそらくねこれからどんどんねホテル代上がっていくと思います。もうすでにね上がってる部分もねあるかななんていうふうに思いますので、もしね利用されたいっていう方はですね、ひとまずねキャンセルできるねプランを予約しておくっていうのもですね、かなり手かななんていうふうに思います。やはりねこういったねキャンペーンが発表されてどんどん浸透していくとですね、まだね浸透してない時にですね、まあ予約入れといていただければですね、まあ一番お得にね利用できるのではないのかななんていうふうに思いますので、とりあえずキャンセルがねできるプランでね予約していただくのがねいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。